芸人っていうのはこの世界をかき回すことだと。芸人なんだから炎上して当たり前でしょと。炎上しないということはもうこの世の中に対して批判的な目線が。何もないことになると。今日はキングコングのですね。西野亮弘さんをゲストに来ていただいて。いっぱい喋ろうというふうに思ってるんですけど、今そこら辺で座ってですね。ニヤニヤしてます。<laughs> はい。え、まず。西野亮弘って本当に芸人ですか問題。ですね。あの。 芸人さんがワイワイ。 高さがなんか2段とか3段あるいわゆるひな祭りの段みたいなひな壇というのに座ってるああいうなんかトークショーってよく見ますよね司会者がこっちの方にいてアメトークとかもそうですけどで芸人さんが「おいおい」って言って立ち上がったりするああいうのをひな壇番組というふうに言います。よ。<laughs> っていうのは芸人なのに仕事を選ぶなんて何事だってお前そんなに偉いのかよっていうやつから芸人っていうのが面白ければ いいんだから、そこの場合に行って面白くしろよ、と。そんな,なんかひなた組が面白くないいやそんなことにしく言ってないんだけどもそんな <laughs> そういうところを面白くするのがお前の役割だろうみたいなものからですまあいろんなのがぐちゃ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 してるとこれですね、まあ、本人の説明で僕によれば僕が納得しているところによればそこにいるのは実は西野である必要がないと。つまり面白いことを言え,る言えるガヤみたいな人とか面白いエピソードを持ってる人でいれば誰でもいいと。誰でもいい だからこそ実はひな壇で見れるる人っていうのは、ある程度、もう決まっちゃってるわけですよね。もちろん今あのコメントで出たくても出れない人がいると。だ出たくても出れない人がいるということで納得して俺が出れるほど俺のプライドは安くねえぞっていうですね <laughs> 西田君嫌なやつありますなのでですねまあ多分そのアーティストでですねいわゆるミュージシャンで。 歌番組に出ないっていうのと僕似たようなもんじゃないかなというふうにちょっと理解してるんですねつまり「ミュージックステーション」の4曲目ですとか「トリです」というふうに言われてもそれはその時にその時にブッキングできる一番売れてるアーティストであって 俺である必要ねえじゃんっていうですね。なか泉谷しげるとかですね、なんかそう面倒くさい人が言いそうじゃないですか。そういうなんかこう面倒くさいアーティストっぽいポジションの芸人さんなんだという,ふうに僕は理解しています。これがまあ、えー、芸人ですか問題の一つ目ですね。もう二つ目はですね、なんで絵本書いてるんだと、なんで渋谷でゴーストバスターズのイベントをするんだというやつですね。でこの ひな壇もさっきそうなんですけど、僕ちょっとあえて、あの、嫌な言い方したんですけども、ひな壇にしても。絵本にしてもゴ、ゴーストバスターズにしてもですね。西野亮弘君っていうのは。必要以上に、論理的な芸人なんですよ。ポイントは論理的な芸人ではなくて、必要以上にか。ポイントですね。あの。やるべきことと、やらなくても構わないことと。 やるべきでないことっていうのはこの世界の中でトリックスターつまりかき回す存在でありたいっていうのが一番やりたい芸人っていうのはこの世界をかき回すことだと、まあ、これを別の人の言い方をすれば権力をいつも批判するのが 芸人だって言い方にもなるんですけどもそれを大塚みにとればトリックスターっていう、まあ、ユング心理学の用語なんですけどことになります。この世の中を引っかき回すような存在でありたいというこれが多分西野君が考えてるやるべきことで別にやらなくてもいいっていうことがテレビでネタを見せるとか絵本を描くということこれはもう得意不得意もしくは自分の強みがどれぐらいであるのかであってやってもいいけどやらなくてもいいことであると。っていうのは、ひな壇。 に参加するこ,とこの3つの差がはっきりしてるので,です、ね、やるべきことトリックスターシ義の役割があればあるほどあまりさっきも言った優先度が高くない雛な壇的な仕事っていうのは削ってそのトリックスター的なことをやろうとするとこの順位が個人の中ではっきりしすぎているのでさっき言った必要以上に論理的という意味ですね。のでですね、まあ、世の中からいろいろ誤解されてるんだろうと。 で芸人っぽくないけどもできたり勝てたりする例えば古典とか絵本とかイベントの方にどうしても気がいちがち気がいってしまって芸人っぽいんだけども他と比べて例えば絵本とか古典とかイベントにという圧倒的な他の人に比べて勝ちがはっきりしてることに比べて。 さほど差が出ない、テレビで、ネタ見せとかですね。旅ロケという仕事は断り気味になるというですね。まあ、こういうメカニズムではないのかなというふうに思います。まあ、トリックスターであるがゆえに、炎上が日常であ、あるんですけども。あれは、あの、僕は西野劇場と呼んでてですね。まあ、あの、安倍市長の安倍劇場と同じようなもんですね。あの。 わかりやすいですね。あのいい人とバカたが設定されてるやつですね。あのひな壇のバラエティは必要ない。さっきも言ったひな壇に戻ってくるんですけども、ひな壇番組というのが思想的に古くて、実はこの世界全てがひな壇になればいいというのが西野君の考えだと僕は思ってます。つまり、みんなあのトランプ大統領に突っ込むじゃないですか。そうすると、トランプ大統領って。 なんか、結構誰が突っ込んだか分かんないようなやつに突っ込み出しするんですよね直に返してくると実はトランプって今世界で一番開かれた独裁者じゃないかなと思ってるんですけども。<laughs> <laughs> あ,れあの新しいい形を、まあまあ、いろんな人が実践してるってですね。なので政治家とかの見え方もどんどんさっき言った芸人はひな壇に出てやるっていうのもこの10年か15年ぐらいできた形式でその前は芸人っていうのはテレビに出ないというふうな時代もあったんですけども政治家にしても芸人にしてもどん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 活躍場所とか定義が変わってきてるというふうに僕には見える まあこれがですね一つ目のですね、えー、本当に芸人なのか問題の僕の見方です。だからこれに関してはかなり西野君を肯定的に見てます。 えー、3つ目です、ね、炎上問題ですね。あのー、今日僕が見てです、ね、面白くてです、ね、ちょっと思わず参加しちゃったのが差し入れ論争というやつです、ね、西野君がです、ね、前から言ってるです、ね、前から言ってるか何か、ね、2週間に1回ぐらいは本人言ってるっていうんですけどもこの間は男性用の化粧品もらったけども,もそ俺それ使わないし使う時はもう自分で使うもの決めてるし肌に合う合わないっていうのがあると。 でも、持ってきた人は「俺差し入れいらないっていつも言ってますよね」って言っても「分かってるけど持ってきたんです」「とりあえず受け取ってください」「誰かにあげてもいいけど受け取ってください」と言うと「じゃあ俺はこれを欲しがるやつを誰か見つけなきゃいけないのか」と「そいつに会うまでこれを持ってなきゃいけないのか」というやつで <laughs> 言い方悪い気持ちは100も分かるんだけども「め迷惑」っていうの分かります <laughs> とあと食べ物にしても何にしても食べ物とかもらっちゃったらどういうふうになっちゃうのかというと。 実はデビューしてからずっと毎日毎日ジョギングしてるとジョギングが好きというわけではなくて好きじゃないとただ単に体型を維持したいだけだと。差し入れで何か もらって食べてしまったら、それは自分が好きで食べるもんじゃなくて差し入れもらってありがたいからいただくものだと、そういうものを体の中に入れると自動的にジョギングの分数が増えてしまうと。そのジョギングの分数が増えてしまったら、俺が本来やりたいことがその分だけこう圧迫されるというです、ね、またほら先最初に言ったでしょ、必要以上に論理的なんですよ。その通りなんですよ。その通りなんだけども。 なんかね、それを言った人が納得できない <laughs> 気持ちもよくわかると。なんでかっていうと、あの僕西野君んのフェイスブックに余計なことコメントしちゃったんだけども、渡す側差し入れをするファンっていうのは差し入れっていうのを権利または奉仕と考えると、ファンなんだから奉仕するのが当たり前。もしくはタレントなんだからこれを受け取る義務があるっていうふうに考えちゃう。現にジャニーズのなんだろうしつけのいいコラとかは。 ままず、差しし入れいいうのを拒否しないですよね。まあ、誰が受け取るのかは別としてちゃんと全部受け取るとでも受け取る側にとって差し入れられる側にとって実は差し入れというのは義務または負担であるというこの本質的な問題が入ってるとでこれをおそらく双方が共有してないこの考え方をなので荷物になると思うんですけどもというふうにファンは言うんだけども荷物になるから受け取らないという結論は多分想定してないんですね。 でも差し入れというもの自体がもちろん表は善意なんだけどその裏に自分の好きな人に例えばこの本を読んでください私感動しましたっていうのは私が感動したという気持ちを分かってくれあなたの時間を投資してこの本を読むという手間をかけてでそれをんだろう私に返してくれというのが自動的にあると。つまりかなり実はサインをねだるっていうのと同様の 厚かましい視点が入っている。ところがあらゆるタレントは売れてない時は差し入れが嬉しくてしょうがないサインをするのが嬉しくてしょうがないのでファンもその見極めができないとどっかであそろそろこの人にとっては差し入れとかいうのは喜びではなくて負担になってるなっていうポイントがあるんだろうけどもそこのところはなんか感知できないなのでなんかねあのーまあ、なかなか難しい問題みたいです。でところがですね 最初に言ったように西野君のなぜ芸人であるのかという根本的な僕存在理由というのはトリックスターであるというふうに考えてるんですねトリックスターというのは最初に言ったようにこの世の中をひっくり返す価値観をひっくり返したり議論というのをひっくり返す存在であると。だから実は芸能人というのは、 差し入れを喜ぶ人もいるけど俺みたいに差し入れを嫌がる人もいるんだよという問題定義できただけでも実は彼にとっては半分勝勝ちちちなんでですよ。勝ち負けという問題で言っちゃっゃた <laughs> そうすると議論が起これば起こるほど西野君は必要以上に論理的な人だからその言語化が得意な人なんでこういうふうになるのかっていうロジックが得意な人が西野君側について。 原告が不得意な人が悪役に回るというこうなんか二元的な分かれ方をしてしまうところがまたちょっとねあの炎上が起こりやすいところなので炎上が起こっちゃったら西野君に直に言えない人は自分のフィールドでなんかこうボソ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 書くことにやっぱどうしてもなっちゃうので,です、ね、炎上というのは僕そういう仕掛けだと思うんですよね。そのみんなで、「で、さあ、ここの問題を大いいに議論しましまょう!」というととろで炎上は起きず。そこでは もちろん言い合いはあるんだけどもその外側の西野見てねえよなとかどうせこのとこで見てねえよなというようなところで炎上が起こりやすいというのは、まあ、僕自身も経験していいる炎上ののメカニズムの面白ささというやつなんですね。でさっきも言ったようにトリックスターっていうのはそういう炎上が起これば自分としてはその炎上で恥をかこうが議論で勝とうが問題定義できたんだからそれでいいかっていう気持ちに なっちゃうのがあるんで、あの炎上していることは、炎上芸人というんですけども、多分本人の自覚としては芸人なんだから炎上して当たり前でしょと、炎上しないということはもうこの世の中に対して批判的な目線が何もないことになると、それこそ炎上しない芸人こそ模擬さんにボロクソに言われるべきだという考え方になっていくわけです。まあこんなもんだと思います。えー、結論です、えー。芸人ですが問題、最近何やってる問題、炎上芸人この3つはから考えるに。 岡田斗司夫にとってですね、アコーディングと岡田斗司夫で西野とはですね、あの野望を持ったトリックスターっていうふうに考えています。野望を持ったトリックスターということはどういうことかっていうと、独裁者を目指すアジテーターというふうに考えても構わないと思いますよね。で、僕は考えるようにこれからの世界というのは独裁者の時代に入っていって、2014年から2020年までのキーワードが乱世だというふうに思っているんだけども、まあこれから必要なのは独裁者と 逆に独裁者を選ぶ能力独裁者を切り離す能力っていうのが僕らの中で必要になってくるのではないでしょうか。